こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。メルカリ便で商品を梱包して発送する時の送り方も全て同じでしょうかこの質問にお答えします。というテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。はい。で、作成しました。メルカリ便で段ボールと茶封筒を 送り方法なんですが、一緒ですかという質問ですが、一緒です。メルカリ便の配送方法を選択していただいて、バーコードを出します。あとは、ファイマーでしたら、ファインポートで手続きをしてください。セブンイレブンでしたら、スマホのバーコードをレジに持っていってください。そうすれば、発送の方が完了します。配送方法の 段取りは基本的に一緒なので、ぜひ安心してください。よろしくお願いします。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。登録している際に、どなたかわからないので、ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございましたー。